改めて、皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、この度大臣政務官を拝見しました岐阜県の選出であります武藤と申します。高市大臣のもと、また二之湯副大臣のもとで、行政評価の点も担当させていただきますが、私自身は決算行政監視委員会に何年かおりまして、残念ですけど決算という関係ではよく会計検査院さん中心でいろいろやらせていただいたんですけれども、行政評価の方も視察等では大変お世話になりましたけれども、ちょっと国会としても作りが足らなかったかなという正直なところがあります。この国会を見てもらいましても、地方創生という我々大きな課題を持っておりますけれども、一方で消費税という問題も大きく抱えてですね、国民からはやっぱり行政という面に対しての厳しい指摘がまだこれからもあると思っています。そういう意味の中においては引き続いて皆様方の今までのご見識をさらに生かしていただきながら、そして私も政務官させていただいたので政府の一員として皆さんと共にですね、国民の負託に応えながらしっかりとした形の中央再生を目指していきたいと思っていますので、そういう一環でも評価の皆様方のご見識を今後ともご協力賜りたいと思っております。で、今日はできるだけちょっと時間を移ってさせていただきまして、現場をどうしてもわからないとやっぱりこの辺の感覚はわかりませんので、ちょっとだけさせていただきますけれども、時間が来ましたら退場しますが、今後とも皆様ますますのご活躍をご期待申し上げました。ご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。